どうもボボビートレザーのボビーーーアレザのです、ね、今日はあ金曜日なんでね、えー、趣味の話、ね、ベルナー・パントンの話ってね、えー、ここかなあのまあ僕はバーナー・パントンって、えー、言ってましたけどねあの僕の好きなデザイナーのお話をですね先週の柳総理 の特集とおに引き続きですね、えー、今回はあのー、パントンのお話を軽くさせていただきたいと思いますはい、えー、そんな感じでですね、えー、始まりました、えー、ボビー・アートレザーのボビーのフィロソフィー・オブ・ライフ、えー、ボビー・アートレザーのアトリー大阪のボビー・アートレザーのアトリーからですねライブでお届けしておりますで,ですね。 金曜日はね、えー、こう自分の好きなものとかあそういうまあボビー・アドレーザーのいろんなものの要素っていうんですかねなんかそういうものをですねちょっと驚きできればなと思います。えー、先ほど見ね見てたこのね、えー、このこういう60年代かなぐらいの。 これ「ビジョナ2」っていうねあの船の中でやってたこうインスタレーションっていうんですかねあの、うん、作品なんですけどで、まあ、なんかこういう感じでね、えー、すごくこうなんていうのかなもう半世紀ぐらい経ってる世界なんですけどねすごくこうしびれるといまだに脳内がしびれるというかあ刺激がこう。 いいっぱい、えー、もらえるというか、ね、もう何とも言えんこう色彩感覚というかあとと造形美美ううねねりの美学ですよ、ねうん、それをですね、あのー、非常に、えー、あ熱く感じますね。でまあバ,バントンっていったらですね、えー、デンマークの、ね、方なんですけどなんかデンマークのデザイナーの方っていったらなんかほらヤコブセンやったかな,なんかそういう北欧のデザイナーの方って今いろんなタイプがあると思うんですけど。 あの斬新でもあるけどこう割とこうソリッドなっていうか何、あのー、ていうんですかオーセンティックなっていうか、うん、あのー、ねこう規則正しいっていうか,なんかそういうイメージっていうのがあったりするじゃないですか、ね、例えばアール・バーアールトとかそういう北欧のね、えー、デザインーの方とか先ほどねこの, <laughs> あの,パあのバーナーパントンっていうかベルダーパントンかな。 これまあ、どっちでも言ってるらしいんですけど、まあまあ、パントンにしましまょう、えー、パントント氏はですねあのす,すごくねあの冒険っていうかあのフレキシブルなっていうかこのこうエネルギッシュというかなんかね常にこう前のめりなあ感じがしますね。で、えーっとまあ、僕もそういえばパントンどっかないかなと思ってね実は最初に買った立体物はねこれなんですよ。<laughs> ここれ、これンントンチェアですえー、っとまあこれ6分の1のサイズのビトラっていう,うまああのデザインあのデザイナーのねデザイン会社員かなあれビトラっていうあのこういうデザイナーズ家具のね、えー、いろいろ半券持ってるとこかなんかちょっと詳しい説明はできませんけどねまね、あ、ビトラのあのあが当時、えー あのオフィシャルでちゃんとこうイームズとかヤニキソールとかそういう6分の1サイズで,ですね、えー、当時の名作のね椅子をコレクション用にねこう作ったんがあって、まあ、今はねあのもうちょっと多分買いやすいかもしれんし いろろんなところ出してるからねあのたまにあの食感みたいなのがあったりすガチャガチャであったりするから、うんうん、不思議な感じだけど、まあ、これはあのビトラのお分で、ね、当時ねあのオフィシャルで、えー、手に入れたんですけどねほばもの椅子とかやったらあの非常にかさばるじゃないですか僕は割とお椅子マニアなんですよね。<laughs> <laughs> うん、まああのー、今はもうさすがに集めてはま言いませんけどもね例えばああこれねこれ今僕が座ってる椅子ですこれ毎日ねこれは何かのパントの話に先週、あのー、お話にねこう語らせてもらったあのー、柳総理さん、ねうん、のお作品で、えー、ポリエステルチェアやったと思いますけどポリエステルチェアですね。 今、えーまあ、毎日これを座って、えー、パソコンの前でね、えー、ずっと長時間この椅子に座ってるんですけどねもう60年これも60年代のデッドストックですね、うん、これはまあ,あのメイドインジャパンですけどこれをですね、えー、まあ座り心地は最強に僕は個人的には最高にいいなと思うしねもう僕と年も変わらんぐらいから50年そこらの。 前にいまれて未だにこう <laughs> ねえあの型崩れもせず、うん、まあ今思ったらいい買い物したんかなと思って、ねあのね、あの手に入れる時はどうしようかなと迷ったりもしましたけどねまあそんな感じで、えー、これはまあ先週のね、えー、あのご紹介させていただいたあ柳総理さんの作品ですね。で そうそそうういえばあったなと思って <laughs> 今あの写真出てるこれ,これアトリエの,あの作業場っていうかこのねあのワークデスクのとこに一応椅子を置いてるんですよねでこれがパントンチェアですわこれはあのもともとねパントンチェアって言ったら FRP でえね生まれた60何年前かな601960年代だと思いますけどねえそのパントンチェアのえこれはですね こう70年代はこう,こういうプラスチックでここにあのこうプラスチックやからこうたわむじゃないですかそれ用にこう,こうフィンがついてるんですよねここに。それはそれでレアなんですけどねこれはあの今の現行品っていうかあのパントンのポリプロピレン製品かな。 あの化水分解するように、まあ、まあ要はエコロジーっていうかヨーロッパの方のやっぱりそういうふうなんねあのやっぱ土に変えるというかあそういう分でねポリプロピレンで復刻されたパントンチェアですねあの一応これもねあのビトラのやつなんであのサインが入ってますねあのベ,ベルナーパントンって、うん、あの何ていうんですか ディプロダクトの家具でではないです、ね、<laughs> まあこれはずっとね、えー、そういえばアトリエにあるなと思ってね、うん、まあ自宅に置いてる時は白の家具とかあウッド調の家具とかに調和に合わせるのにね、えー、白をこうやってね好んで使ったんですけどねまあ本場はこの,、ね、あのボビーア・トレザーのアトリエにはちょっと白はなと思ったんですけどまああの 家に置いててもねあのかあのこう場所取るんでねであのアトリエで、えー、仕事でねあのちょこんとこう休憩用に、うん、とかあと例えば誰かがお客さんが来た時にあのちょっと物をかばんとかね置いてもらったりするにあにこれあの役立ててますけどね、はい、あのこれはですね、えー、本当に、えー、よくできちゃすごいもの無駄のない僕はこういう椅子のねこ斜め後ろから見るこの角度がたまらないんですよね。 この,このヒップラインっていうかセクシーで、うん、やっぱこのセクシーさっていうのがこのおうねりのお美学っていうかあそこがねもう最重要やと思ってね、うん、で実はもうあのー、<laughs> <coughs> ちょっとあの最近あの豆を食べてるからねあの引っかかるよね <laughs> あのー、こう ボビー・アトレザーをこうね作るにあたってっていうかあのこれをねこういうあまあアトリエもそうなんですけど、えー、最初にボビー・アトレザーをこう立ち上げるに至ってですね最初にあのこうコンセプトみたいなのを考えたわけなんですよ。で僕の前はそんな、あのー、論理立ててとかあそういうふうな,なんか文章でね文章化するという文章もないし。<laughs> えーまあ、あのビジョンマップっていうかイメージマップを、ね、こうなりたいなっていうイメージってあるじゃないですかこういうもの将来こういうブランドのイメージに作りたいんやとかねなんかそういうふうなイメージの世界観要は世界観ですよね、えー、それをおーあのいろいろこうコラージュしててねそれの中にはやっぱりこのパントンのね あのこういうい世界観を入れました、ねまあ,あの大体あのレザークラフトのねあの世界まあいろんな人でもありますけどアメリカジの世界とか、えー、こういうねファッションの世界とかいろいろあるんですけど僕の場合はですねあのなんかこうウッディなあーねウエスタンな感じももちろん好きなんですけどあえてですね <laughs> この。 このパントンのねこういう世界観にねすごい憧れてねあのー、いろいろコラージュしましてねだからボビー・アトレザーの、あのー、イラストね大、うん、野哲郎さんが書、ね、いていただくくれたね、えー、ボ,あのボビー・アトレザーのイメージイラストそれはねあのやっぱそういう何ていうんですかねこの 60年代デザインというかこういう感じのね世界観でですねちょっと待ってねこういうね世界観それでやっぱりこう考えていきましたねデザインをしていきましたやっぱりその周りの知り合いとかもそういうなんかアトミックな家具とかね扱っている方が多かったっていうのもあって。 でやっぱこうあーレーザークラフトをやる前とかは僕本当にこうデザインのこういう書籍とか洋書かな、あのー、行さんあるんですよ久しぶりに今日 <laughs> あのこう配信するんでねあのわざわざとねあのあのパントにパントの資料を、ね、だ出してきていろいろこういう、ね、あの本とか昔いろいろこなんなばっかり集めてたんですよ。 あの本棚ねあの普通あのこう僕みたいなレザークラフトをねこうやってる人はこう大体レザーの革細工のハウトゥーとかがいっぱいあって。 あったほぼほぼこういう要所が多いですねあのインテリアデザインとかあ家具とかあとあのグラフィックデザインとかの,おとか、ね、あのタイポグラフィーとかあ,ーあとロゴ,ロゴマークとかのなんかそういう,うなんとかねあのそういうなんかあとあのアップルのフロッグデザインかなあのアップルちゅうかあのアップルコンピューターかなあの句あの体をデザインしてるでやっぱりその僕も オビア・テレーザーがいつか,あなんか実店舗、ね、できるとかどうかあれですけどもなんかこうどっかのこカフェを併設するとかすぐ憧れた時期もあったわけですよ今でもやっぱりそれはあなんか、ね、小老舗でやりたいな今もありますけどね、うん、なんかただこ,うこういう感じのねなんか空間に行きたいなとかね、うん、あのちょっと待ってねなんかもうこの方がパントンと多分奥さんだと思うけどね。 最高やんもう,こ,れ、ね、もうあのこういう空間とかだから「2001年宇宙の旅」ってあるじゃないですかあ、ね、の映画あの映画はあの、ね、はけであの意味が分からんような <laughs>、ね、あの感じの映画ですけど世界観っていうのはねもうたまらないですねもう何,何回もこう見ましたけどね映画館でリバイバルも見に行ったりしてあ,こあ,あの映画のフォントとかも好きやし、うん、なんかスペーシーなスペースエイジっていうんですかね 夢というかい、うん、まあ僕の中でこう自分の中でこう表現できるというのはがあそういう60年代70年代そ,っちそのね混沌とした時代の中からこう生み出された新しいエネルギーというかそれをですね、えー、表現するようなこういう、ね、世界観というかそれが好きで自分の中でこう、ね、この体一つでできるもの表現できるものとかあ打ち出せるものっていうのが たまたまあ、ね、そこにレザーがあったからですよね。うん。それで、えー、あのレザークラフトをね、えーえー、やってますね。あ今日は、まあそんな感じでね、今日はあはこの薄口なあ話です。申し訳ないですけどね、あの皆さんぜ,ぜひあのあの、バーナーパントン、ググってみてください。ねあの、すごいよ、世界観は。ちょっっと待ってね、えー、今日はお あの小原くんねあの小原の信吉くんからあね <laughs> えコメントが来てますねあの噛んだうん噛むよほんまにねえあの彼ね小原くんがですねえあれですよえとバイクのねもう古いもう三十年そこらの付き合いですけどもうバイカーのですね 中、えー、では有名人もう今有名人ですよ、ねえー、当時は僕らもねこう焚き火を囲んでなんか涙,に涙をこうしみじみこうほろ苦いしょっぱい味のね、えー、ビールを飲んでましたけどねシュ、うん、ーンとね酔っ払ったとねあの散々騒いだ後に。<laughs> でえー、そのまんまですよ、ねえー、彼のモトクロスの、ねえー、バイクがかっこいいですね、うん、いつか朝日川に来た時にはあチェアーズギャラリーに行こうぜ、うん、ごめんチェアーズギャラリーは閉館したみたいだ。 いいろろ浮き沈みがあるからチェアーズギャラリーいいねあけどそういう,う,いうねなんかねそういう場所っていうかスペース誰かが集まる場所っていうのが僕もなんかずっ,とずっとやりたかったなと思ってうん僕にバーはね僕もバーでバイトしてたこともあったけどライブハウスのねまああの <laughs> 若い頃ね,うんねそういう時思いましたけどねあのなんか誰かがこう集まってその方とこう語らい合うっていうかその話方の話を聞くっていうかねそういう時間っていうのが どっかでモテたらなというのはずっとあっあてねサ,サロンっていうんですかね、うん、まあそれはいまだにどっかで考えてますけどねなんか僕心のどっかにねそれは、まあ、あいつかクラブハウスが今こうね熱くなってるじゃないですかだからそこの中でやってみるかまあこういうふうな感じだったら文字のチャット同士でできるからこういうふうなでもやっぱりまず一つはそういう,う要素もあるかなとも思いますしねまあそんな感じですね、あのー、今日は、ねまあ、趣味の話というかまあ ねえー、ま,あまあまあ僕もまだバイク乗ってたらねあの今日はバイクのなんとかないでねい言えるけどね今,今はちょっとバイク降りてますんでね, <laughs> ねそんな感じで、えー、またあ金曜日はねこういう感じで、えー、僕の個人的な趣味の話とかをね、えー、軽くね触りで、えー、伝えています。 行こうかなと思ってます、まあ、それにねもし興味を持っていただいたらなんかそこからまた新しい世界が見えてくると思いますしね、えー、これもまあボビー・アートレザーの要素の一つかもしれません。あそうですね、えー 音楽の話でね、えー、まあ、レコードというかまあその辺からですね、えー、ピックアップして、えー、こういうまあ、軽い感じでね、えー、語っていこうかなと思います。そ日曜日はあなんか曲も決めてないけどギターをねポロノとつまびでみようかなと思います。えー、そんな感じで、えー、今日もですねお付き合いいただきありがとうございました。えー、ボビーでした、えー。それでは最高の週末をお過ごしください。じゃあね。バイ。